徳永式リズムトレーニングの、スタートです。このリズムトレーニングはメトロノーム、ドクタービートや、スマホなんかに入れるドクタービートってなどを使って1拍を2分割や4分割しながら、きちっとした、リズム感が得られるためのトレーニングです。それではトレーニングスタート、頑張りましょう。トレーニング1、メトロノームを2分割の裏に感じるように設定します。どういうことかというと、メトロノームが、例えばテンポ70、これ今鳴っているメトロノームが「うっこ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 」っていうように感じるようにします。自分が感じるビートはこの逆の前ですから、ううに対してメトロノームがコとなるわけですね。こういうイメージで叩いていきます。4小節間表を叩いて、4小節間裏を叩く。これを2セットで、次の頭で止まるというのが1セットです。いきます。ワン、ツー、スリー、はい。二、三、四、二、二、三、四、三、二、三、四、四、二、三、四、一、二、三、四、二、二、三、四、三、二、三、四、四、二、三。四、一、二、三、四、二、二、三、四、三、二、三、四、四、二、三、四、一、二、三、四、二、二、三、四、三、二、三、四、四、二、三、四、一。ここまでです。